バレーボールディグ V ディグ第4回ホームにファンを呼ぼう、おすすめスポットプレゼン対決。はい、今回もサントリーサンバーズ喜入選手とパナソニックパンサーズの山内選手にお付き合いいただきます。さあ、そして東京からリモートでバレーボール大好き芸人平野ノラさんにもご参加いただきます。おったまげありがとうございます。冒頭からハイテンションですね。はい、喉割れました。はい、これまでの放送で V リーグに興味が湧いたけれどもどこに見に行けばいいのかわからないという方も多いかもしれません。そんな人のために、今回は喜入選手、山内選手が最寄り駅からホームの体育館までの道のりを自身のおすすめスポットとともに道案内してくれるという非常に豪華な企画でございます。最終的にどちらのホームに行きたくなったか平野ノラさんに判定していただきます。オッケーマリーよろしくお願いいたします。早速行きましょう。先行はパナソニックパンサーズ山内選手です。お願いします。はい、まずパナソニックパンサーズの最寄り駅はこちらの平方公園駅が最寄りですね。そしておすすめなポイントがありまして、徒歩5分ぐらいで行けるポイントでパン屋さんなんですけども、いろはベーカリーさん、お客さんもずっと いるっていう、もうずっとたくさん並んでるぐらい、はい、いらっしゃって、たくさん種類豊富なパンがあってめちゃめちゃ美味しくて、食パンとかも めちゃめちゃもちもちで美味しいですね。あー、美味しそう。お店やってる方々ご夫婦でやってるんですけども、めちゃめちゃ優しくてフレンドリー、親切な方々で。清水さんですか、店主の清水さん。はい、清水さんはゴリとは関係ないですね。ゴリさんとは全く関係ありませんね。はい名前が一緒なんですけども、はい、この店でパンを買う時っていうのは何個ぐらいこう買ったりするんですか。僕結構10個ぐらい買っちゃいますね試合前練習終わりとか。そうですね、特にお腹減ってすいた時は、10個、はい、すごいですね。それぐらいやっぱ種類豊富で美味しくて。ちなみにゴリさんも行くんですか。もう行かれてると思いますね。はい、清水選手も結構食べるんで結構な量買ってるんじゃないかって思ってるんですけども、僕もそうですし他の選手もそうなんですけども、コーチのヴィンセントさんっているんですけども、この方がこのパンデオショコラがめちゃめちゃ好きで、もちろん本人も食べるんですけども、これを買ってきて体育館に持ってきてみんなに配るっていうことをするぐらい美味しいパンですね。ヴィンセントバブリーですね試合前に腹ごしらえをして応援にする行くっていうのはいいですよね。そうですね。そしてまた、いろはベーカリーさんからちょっと行っていただくと、枚方市民、大阪市民では知らない人はいないと言われるこのかの有名なヒラパーですね。ノラさんはこのヒラパーご存知ですか。いや、ヒラパーって初めて聞きましたね。本当ですか。関西の方では知らない人はいないって言われるぐらい。あら、ヒラパーの園長さんが岡田純一さん。あの、はい、あの純一、はいあの有名なです。行かなきゃすぐじゃぜひぜひ、いろんなアトラクションあるんですけど、僕が一番お気に入りっていうかおすすめしているのが、高さ80メートルぐらいある観覧車なんですけども、枚方もそうですし向こうの方の地域まで一望できるぐらい高いところまで行けてすごいいい景色で、パナソニックパンサーズの体育館もこの観覧車から確認できる。あー、なるほど。これは観覧車からの写真ですよね。そうですね。ヤマピーからの目線じゃないですよね。そうですね、僕からの目線じゃなかなかここのパナソニックアリーナまでは見れないですかね。地図読めない女なんで、これパッと確認して、あと風読んでいけば間違いなく確実にいけるからこれありがたいです、はい、ぜひね、そうしてあのパナソニックアリーナに来ていただければと思いますね。はい、ということでございました。素晴らしい、はい、いや非常にいいですね。もう行きたくなりましたね。では続いてはサントリーサンバーズの喜入選手お願いいたします。はい、自分たちの最寄り駅は阪急の箕面駅になります。まあ、駅周辺に箕面の滝だったり
美濃温泉スパガーデンなどの、まあ、観光スポットもあります。ここから徒歩5分ぐらい行ったところにめちゃめちゃおすすめしたいんですけども、甘味どころ鎌倉美濃店さん。あ、素敵な雰囲気のある。ここはわらび餅専門のお店なんですけど。専門？専門です。もっちもちのわらび餅がもうこれめちゃめちゃ美味しいです。あー、美味しそう。わらび餅専門なんですけど、まあ、自分がちょっとおすすめしたいのがこの贅沢いちごヨーグルト。わらび餅じゃないんですか？でもこの中にいちごの果肉プラスわらび餅が入ってるんですよ。はあ、なるほど。これがもうめちゃめちゃ美味しいです。タピオカじゃなくてこれはわらび餅が。そうですね、はい、タピオカみたいな感じなんですけど、ちゃんとしっかりわらび餅で、自分も飲んだんですけど、もうこれは押せます。うん。次なんですけど、山側、美濃の山側に登っていただいたところなんですけど、あのインド料理店のクシュクシュさん、あの自分よくここいて食べてたんですけど、ここの店員さんがめちゃめちゃもう優しくてとてもいい人で、はい、よく食べに行かせてもらってました。自分はいつもこのバターチキンカレーのセット食べるんですけど、いや美味しいよね。美味しいです。ナンももちもちでめちゃめちゃ美味しいです。いや私あの妊娠中にインドカレー食べめちゃくちゃ食べて20キロ太ったんですよだからもうインドカレーはポイントかなり高いですね。あ、そうですか。そこから降りていただいて、ミノキューズモールの近くになるんですけど、シェ中塚さん、ここの、ま、ケーキがとても美味しくて、いいね。いろんな賞を受賞された方がパティシエでいて、この旬のフルーツ使ったケーキであったりプリンっていうのがもう本当に美味しくて、自分たちも誕生日とかそういうイベントではここのケーキ買って食べる、はい、ようにしてます。その中でもちょっとおすすめがありまして、あの生バターサンド。あ、はい、生、はい、そんな甘すぎず結構大人の方でも飽きることなくもうパクパクいけるような、はい、感じの、ね、こういうの結構お土産とかそういうのも全然、うんうんうん、はい、買っていただいたら、はい、いいかなと喜ばれる、はい、思います。結構スイーツ食べますね。そうですね、はい、もう 甘党なんで。あ、はい、甘いものがちょっと大好きで、よくこの辺の甘いところは、はい、よく行ってしまいます。ノラさんもでも甘いものってお好きじゃないですか？いやかなり甘党ですし、初めにそのちょっとイチゴの飲んで、それでインドカレー食べて、最後スイーツで締める、完璧なコースですね。 ありがとうございます。これ奥さん落としたコースじゃないんですか？いやー、まあ、ここではないです。ここではないです。ここから15分ぐらい歩いたところが自分たちのサントリーミノトレーニングセンターという形に、はい、なります。なるほど、はい、ヒデ選手ありがとうございました。さあ、ということで、まあ、お二人にプレゼンをしていただきましたけれども、ノラさん改めて二人プレゼンしてもらいましたけれども、うーん、非常にいい戦いですね。大丈夫ですか？はい、決まりました、はい、さあではノラさんはどちらのホームに行きたくなったのか判定をお願いします。こちらです。じゃーん、サントリーサンバーズ、甘いの辛いのを入れてきてるのと、あと結局はやっぱりお店にシェがつくっていう完璧にもうシェがついてるのはもう間違いないです。もうだから山内選手もどこかしらにシェが入ってたらいい勝負でしたね。そうですか。次回はぜひシェがつく店を探してきていただけたらお願いします。シェ縛りでお願いします。シェ縛りで、V リーグ、お送りしてまいりました。この V リーグなんですけれども、山内選手いかがでしたか？いや、すごい楽しい番組ですし、めちゃめちゃあの有意義な時間を過ごしたのかなと思います本当に心から、はい、本心です、本心、もちろん思ってる、はい、思ってる、はい、嬉しい、嬉しい、嬉しい。自分もとても楽しませていただいたけれど、まあこういう、まあ、第一回というかというところに、はい、呼んでいただけて嬉しかったです。野田さんは
この V リーグ、はい、いかがでしたか。今日帰ってあのブルマ入って一瞬ちょっと回転レシーブやってみようかなと思いますできるかどうか。やっぱりそういう昔を思い出すぐらい今日は素晴らしかったですいうことなんですね。ありがたいです。お二人キャッチフレーズ覚えてますか。もちろん覚えてます。あ、覚えてますか、はい、言えますか。今言えます。もちろん言えます。言えますか、はい、いいですか。じゃあ恒例のやついきますよ。アルマーニオムマーニヤマーニめちゃめちゃ気に入ってる。めちゃめちゃ気に入ってます。使わせていただきます。はい、フィーレ選手は、はい、はい、大丈夫です。本当長いからな。では行きます。家ではしもべ、コートではボス、美男男よよ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 よ。次回の V リーグはアイアイ予想パパアイアイ予想パパオアシスから始まるイエーイ。スカイツリー、東京タワー、ルセルスキー。俺は言いましたわ。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、 V リーグ。